目黒駅。目黒駅は、東京都品川区上大崎にある、東日本旅客鉄道、JR 東日本、東京急行電鉄、東急、東京地下鉄、東京メトロ、東京都交通局、都営地下鉄の駅である。品川区西北端の駅である。以下の4車4路線が乗り入れ、接続駅となっている。東急、東京メトロ、都営地下鉄の駅は、 目黒線と南北線及び三田線の間で相互直通運転を行っている。三社の路線が乗り入れる共同使用駅で東急の管轄となっている。三社の乗り入れで一社が管轄する珍しいパターンの共同使用駅である。また、南北線と三田線は東駅から白金高輪駅までの区間で駅、線路設備を共用している。当該区間については、 南北線を運行する東京メトロが第一種鉄道事業者として施設を保有しており、三田線を運行する東京都交通局は第二種鉄道事業者となる。駅名は目黒駅であるが、駅の所在地は目黒区ではなく品川区である。解説時に遡っても目黒村でなく大崎村に位置している。駅名選定の経緯は残されていないが、 メグロ不動村やメグロ川など周辺にはメグロを関する名称が多い。設置場所については蒸気機関車の煙や振動が農作物に悪影響を与えると心配した地元農民反対運動のためメグロ川沿いに鉄道を建設する当初計画が変更されたとする伝承メグロ駅追上事件と称されるがある。一方、地理学者の青木栄一はこうした伝承のほとんどは 文献資料などの根拠を書いたものであると述べている。こうした通説の否定を踏まえ、杉山淳一は、目黒駅が大崎から渋谷までのほぼ直線上になった路線上にあることに着目し、目黒川沿いに鉄道を敷いた場合のコストを考慮した上で路線が計画され、結果的に現在の設置場所に目黒駅が設けられたのではないかと推測している。このような経緯から、 当駅周辺では、目黒のサンマにちなんで、品川区側と目黒区側の両方で、目黒のサンマ祭りがそれぞれ別の団体によって異なる、日に、それぞれ開催されるという珍しい現象が起きている。島式ホーム一面二線を有する地上駅。改札は、京城と地下の2カ所にある。山手線では2012年、平成24年度から2017年。 平成29年度にかけて各駅にホームドアを設置する計画があり、目黒駅では2010年、平成22年8月28日から他駅に先行して共用が開始された。目黒駅では過去1992年、平成4年にホームドアの設置試験が行われたことがあった。2016年8月20日未明には、 駅南バディング対応の看板に交換された。方面表記は、現地の発車表の表記に合わせて表記する。出店、JR 東日本、駅構内図いずれも当駅発採用である。島式ホーム一面二線を有する地下駅。駅自体は東急が管轄しているため、フルスクリーン式、ホームドアを採用している、南北線では、唯一の稼働式ホーム柵設置駅である。 東急線開業当初は2面3線の地上相対式ホームを持つ東端式の地上駅であり、その後1953年に駅ビルが建ち、地下1階に東急ストアが入居していた。正面に改札口が設置されたほか、1番線のホーム中央に山手線ホームへの連絡改札口が設置されていた。1997年7月27日に、 現在の構造になったが、山手線ホームへの連絡改札口は引き続き、設置され、東急と JR で別々になった。自動券売機は、東急、東京メトロ、都営地下鉄の3種類のものが設置されているので、目的地に応じた券売機を利用する必要がある。ただし、白金台駅、白金高輪駅への乗車券購入は、 東京メトロ、都営地下鉄のどちらのものを利用しても差し支えなく、行える。また、パスも、スイカなどの IC カード乗車券へのチャージパスも、新規発行や定期券、時期、パスもの発行は、駅業務を所轄している東急が行っており、東京メトロ、東京都交通局の自動券売機ではチャージができない。また、東京メトロ、東京都交通局の定期券の発行もできない。東急。 東京メトロ、東京都交通局の連絡定期券は、東急の定期券窓口及び、定期券と表示のある、券売機で発行可能。東京急行電鉄の駅長所在駅であり、目黒駅管内として、東駅奥沢駅管を管理している。なお、東京メトロの駅としては、霞ヶ関駅、つとむ関区ため池山の地域の非管理駅、都営地下鉄の駅としては、日比谷駅、 ストムカンク日比谷駅、ストム区の非管理駅である。東京メトロ最南端の駅である。方面表記は2013年2月時点の現地の発車表の表記に合わせた。出店、東急電鉄、駅構内図、出店、東京メトロ、駅構内図、出店、都営地下鉄、駅構内図。東駅発着の南北線、三田線の列車は、 終夜運転以外では設定されていない。目黒線には東駅発着の列車が設定されている。東駅の不動前よりにシーサスポイントがある。2006年9月25日から2008年6月21日までは、目黒線の上り列車のうちの東駅終着の各駅停車がこのポイントを経由して、下りホームである一番線に到着た後、 上りホーム2番線に到着する後続の上り急行へ接続後、下り各駅停車無差し小杉業として発車していた。しかし、同年6月22日以降は、多くが南北線、三田線直通となったため、ごく一部の折り返し列車しか使用されていない。当駅の1日平均乗降人員は、1999年度まで約30万人程度で推移していたが、都営地下鉄三田線。 東京メトロ南北線の開業により、東急目黒線との直通が始まり、2000年度以降は利用客が増加した。2017年度における4社合計の1日平均乗降人員は、約71.6万人であり、年間では、約2億6100万人となっている。各年度の1日平均乗降人員は、下表の通り、JR を除く。 各年度の1日平均乗車人員は、下表の通り、都営バス、東急バスにより運行される以下の路線が発着する。都営バスは、東口ロータリー内、東急バスは、目黒通りへ、東港は、駅北側、西行は、駅南側に分かれて設置している。停留署名は、東急バス西行きのみ、目黒駅東口、他は、目黒駅前となる。0から2番乗り場は、 目黒通りへ駅南側3から5番乗り場は目黒駅西口正面に設置。当駅で配布されている南北線、都営三田線、東急目黒線のポケット時刻表は東京急行電鉄のフォーマットのものになっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。